はい、よろしくお願いします。今回は数三の関数の極値丸1をお送りします。で、その極値をね、求める問題が今回は3問ありますので、一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。問題数多いんでね、まあ、サクサク行きますか。で、前回増減をやって、まあ、増減求めたんですけど、今回極値、まあ、極大極小を求めていくんですけど、やること同じですね。増減表書きたいので、まずは微分していきます。で、1番分数になってるので、分数の微分は、まず分母をそのまま2乗するんですね。2乗しますと、これを。で、分子が大事で、まあ、覚え方いろいろあると思うんですけど、まず上から、上を微分して下そのまんま。引くことの逆です。上そのまんまで下微分ですね。まあ、上微分がスタートってのを覚えておくと外しにくい。だから、上、分子を微分すると、ちょっと外でやります。微分すると 2x プラス2ですね。これ微分しました。上をね。で、下をそのまま掛け算します。x2 乗プラス1。で、引く、口頭の上はそのままです。分子そのまんま。で、下、微分すると 2x と。これが上に行きます。分子に乗りますと。ちょっとまとめちゃいますね。で、展開していくと、2x2 乗プラス 2x プラス、嘘、2乗の 2x プラス2か、全部か。で、マイナス 2x 配ると、マイナス 2x3 乗のマイナス 4x2 乗のマイナス 2x。3乗計算だね。おっと、これ3乗だよね。そうだね。間違えました。3乗。で、ここがマイナス 2x、2乗の、これも消えんのか。プラス2だから、2で、マイナス2でくくると、x2 乗マイナス1となるので、マイナス2、x2 乗マイナス1は、x プラス1の x マイナス1です。こうですね。よいしょ、押して。で、こうなって、で、ちょっと消したい。よいしょ。で、f'x、f'x か。イコール0。0より、x イコール、まあ、括弧の中注目するとね、マイナス1と1の時に、0になるので、この2つが解になりますと。じゃあ、これを使って増減表を書いていきましょう。一番左の項目が、f'x の fx と。で、マイナス1と1がポイントなので、そこを9。よいしょ。こうして、マイナス1と1のとこは0になると。じゃあ、あとはプラスとマイナス判定していきましょう。でかい数入れます。例えば10を入れると、こいつね、10を入れると、まあ、分母は2乗して2乗なので、まあ、正だからいいとして、上が負で正で正になるから、結局負になります。上がね、文章を考えると分かりやすい。で、ここは0入れると分かりやすいですね。0入れると、まあ、この分母はいいとして、負、正、負になるから正になる。こっち、マイナス10とか入れればね、負、負、負になるからマイナス。つまり、下がって、上がって、下がるわけだ。こうなる。で、極値の時は、前回のね、増減だけだったらここ必要ないんでやんなかったんですけど、極値の時は必要になりますんで、マイナス1の時と1の時、x がね、それを f'x、元ね、元の式に代入して値を出します。1から行きましょう。1を代入すると分母は2です。2分の1、2、1だから4か。つまり2ですね。となって、こう。マイナス1を代入すると分母は2のまんま、上が1、マイナス2の1だから0になる。つまり0ですね。こう。というのが分かったので、まあ、グラフはね、はっきり分かんないですけど、下がってきて0になって、上がってきて2になって、下がってくるって分かるから、極小、極大とこんな感じです。イメージとしてはね。まあ、この書かなくても増減の表だけで分かりますんで、x イコール、こっち、1の時。極大値。2と。で、x イコール、マイナス1、これ、下。大丈夫だった。マイナス1の時に、極小値が、0と。
これで終了となります。さあ、前回動画ね、2問だけで15分いってしまったので、ちょっとサクサクいきます。多分長くなっちゃうと思うんですけど、うまくね、早送りしながら使ってください。で、今回指数がいます。 E のマイナス X 乗、こいつがいますけど、関係なしに微分からいきましょう。で、まあ、積のね、微分なので、こっちから行きましょう。こっち微分。x2 乗を微分して、右そのまんまだから、2x と e のマイナス x 乗。プラス、x2 乗そのままで、こっち微分します。e のマイナス x 乗を微分すると、e は基本的に、そのまんまなんですけど、肩がマイナス x 乗なので、マイナス x、マイナス x を微分したもの。つまり、マイナス1をこいつにかけなきゃいけないと。まあ、今までの復習になりますけどね。これが e のマイナス x 乗を微分したもの。まあ、それとこのそのまんまだから、負に変わるとね、この負ね。x2 乗がいて e のマイナス x 乗とこうなります。で、ちょっとまとめましょうか。x と e のマイナス x 乗をくくればいいかな。そうすると、2のマイナス x とこうなりますね。で、こうなって、f ラッシュ x イコール0を求めると、e、まあ、指数ですね。e のマイナス x 乗、指数は0にならないので、まあ、これちょっと無視しておいて、括弧の中と、ここの x が0になった時に全体が0になると。つまり、x が0の時と、括弧の中が0になるのは x が2の時ですね。まあ、この2つやと。で、それさえ分かってしまえば、あとは同じです。こっちとね。で、前回やったログの時はですね、進数の上限が必要で、0より大きい時になってしまうんですが、まあ、指数の時は気にしなくていいので、普通に0、点点点に、点点点と。で、ここが0になって、あとはプラスマイナスを判断していきます。で、これに関しては、例えばこれ10とかまで行きましょうか。でかい数。10。指数は絶対正なんで、ここ無視です。E に関しては。これが10、プラスで、この中が負になるから、ここは負です。正かける負だからね。ここ1入れます。1入れると、ここは正で、ここが正になるから、プラスになると。こっち、マイナス10とか入れると、ここが負で、ここが正になってしまうんで、負と正になるから、負になる。つまり、下がって、上がって、下がると。まあ、こんな感じ。で、あとは極値欲しいんでね、ここ入れていきましょう。まず、x が0の時、fx 求めたいから、ここじゃなくて、こっちね、入れる。でも、x0 入れたらね、これがもう0になっちゃうので、全体も0だと。で、2を入れると、ここか、2の2乗で4か。4かける、e のマイナス2乗。で、e のマイナス2乗っていうのは、e の2乗分の1だから、e の2乗分の4と。ね、これで完成したので、まずは、x イコール、2の時に、極大値、e の2乗、ちょっと消すよ、分の4。x イコール、0の時、極小値、0と。これで終了となります。よし、じゃあ最後ログっすね。しかも分数っすね。行きましょうか。まあログがいるんで、一応ね、どっかに書いておきましょう。これね、進数条件。x は0よロッキーです。で、f'x。で、分数なので、まず分母の2乗、x4 乗がね、下に来ますと。で、ちょっとこの書き方めんどくさいので、今回。x4 乗分の1をちょっと前に出すという、この書き方させてください。で、上微分して、下そのまんまが先。ログ x 微分すると、x 分の1、下そのまんま、かけると x です。約分するとね。x 分の x2 乗なんで x になる。で、引くことの上そのまんま。ログ x。で、下微分すると 2x なんで、2x、ログ x とこうなります。微分するとね。で、x、くくり出しておきましょう。で、くくり出すと、まあ、3乗に減ると、こうがね。で、1引く、2、ログ x とこうなります。これで OK。じゃあ、f'x イコール0を解いていきましょうと。で、これは、0を解くと、まあ、x3 乗分の1の方はね、分母の話なんでちょっと無視しておいて、その括弧の中、括弧の中が、0になるとき。つまり、これイコール0なので、整理すると、こう、あ、ごめん。こうですね。2分の1。
ログ X イコール2分の1が不正と答えとなります。で、これどういう時かっていうと、まあ、前回もそうでしたけど、コモね、つまり、ログ E の2分の1乗っていうのが2分の1です。これ結局ね、2分の1が前に出てきて、ログ E の E が1だからっていう。で、つまりこれが答えなんで、E の2分の1乗、X イコール E の2分の1乗、2分の1乗っていうのはルートだから、つまりルート E、これが答えというふうになります。で、あとは増減表で勝負ありなんですが、今回ログを使っているので、増減表書くときにね、その進数条件の部分だけちょっと気をつけてもらって、X、F'X の FX で0スタート。こっから点点点で、ルート E、点点点。で、0のときはありませんと。値取らないからね。で、ルート E のときに F'X が0になります。あとはプラスとマイナスを調べましょうと。で、じゃあ、でかい数を入れたときどうなるかと。で、でかい数を入れたとき全然正ね。X は正だから、ここはもちろん正になりますと。で、ここも、まあ、イメージね、ログっていうのはグラフで考えてもそうですけど、どんどん数が大きくなっていけば数が大きくなっていく。X がね、まあ、進数が大きくなっていけば数は大きくなっていくので、まあ、負がどんどん強くなるよね。マイナス2がついてるわけだから。つまり、括弧の中はマイナスになるだろうっていうのもわかるので、こうなる。で、0からルート E に関しては、まあ調べなくてもどうせプラスになるだろうっていう感じもすると思うんですけど、まあもともとこれですよね、答えが。で、それより小さい数で正にすればいいから、まあ指数の部分を減らす。例えば E の4分の1乗、まあ3分の1乗でも構わないですけど、これを入れてみようと。ここに入るからね、このゾーンに入るから。で、入れてみると、まあここはどうせ正になるから無視して、ここですよね、ポイントは。で、マイナス2の、まあ、こういう風になる。1か。1引くね。で、これが今、4分の1なんですよ。で、4分の2出てくるとね。約分し4分の2になるから、マイナス2分の1で、1、マイナス2分の1。つまり、正になりますと。だから、ここは正になりますよ。つまり、上がって下がりますよっていう。がわかります。で、つまり、今回は、上がって下がってる1個しか取らない。極大しかないパターンですね。極小はありません。この答えに。じゃあ、極大求めたい。X にルート E 入れましょうってなった時に、X、ここにね、代入します。で、ルート E の2乗。ルートっていうのは2乗するとルートが取れるので、分母は E になります。で、上です。ログ X。つまり、ログ、ルート E なんですけど、E の2分の1乗なので入れるとね。だから、つまり2分の1。まあ、こうなります。書き直すと。で、これ整理すると、これ2分の1と。こうなるので、じゃあ増減表できました。じゃあ答え。X イコール、ルート E の時に、極大値、2分の1と。これで終了となります。で、これ、自分はですね、極小なかった時書かなくていいっていう風に習ってるんですけど、もし、ない時は極小値なし書けよって言われた場合は書いてください。書いた方がいいのかな自分。一応書いとく。書いておいて罰は食らないだろうから、一応書いておこうか。ちょ、ビビりました。極小値、なしと。カッコつけるごめん、ちょっとこれははっきり言えなくて申し訳ないんですが、字は書かなくてよかったんですけどね。まあこんな感じです。まあ今回ね、こう指数が入ってきましたけど、まあ分数だろうか指数だろうかログを使ってようが増減表を書いて、それで極大、極小分かりますので、ぜひこんな感じで解いてみてください。では、今回は関数の極値、丸1やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。